こんにちは。私には付き合って5年になる彼氏がいます。これからについて、彼氏さんは50歳で、この方が32歳。これからについて話し合った中で、彼から両親に今後もしものことがあったら協力してほしいので、実家の近くに2人で住みたいと言われました。私は一つ手伝ってしまったら後々いろいろやることになりそうですし、自分の時間が減ったり疲れもたまるので嫌なので絶対手伝いたくありません。こんな私は心が狭いのでしょうか。いや、そら急にそう言われたら面倒くさいって思うでしょ。絶対手伝いたくはない。だそれを天秤にかけるしかないんじゃない。この彼氏と今後継続して付き合う、結婚するってなったらもうそれは確保しなきゃいけない。それを彼氏側が折れてくれないんだったら別れるしかないんじゃないですかね。漠然と、ああなんか嫌だなと思う時があるのですが、なんでか分かりません。分かんないのか。そうですか。分かりません。分かりません。最近仕事に対するモチベーションが下がり続けてます。前まで楽しいと思ってたことが今では苦痛です。モチベーションを上げてやる気が出る方法または考え方ありますか。それは続けなきゃいけないの、モチベーション下がってるのに。別の仕事は選べないのかな。人間ってその成長するしないに関わらず変化はするので、昨日楽しかったことが今日つまんなくなるって当たり前にあると思うんですよ。苦痛なら仕事を辞めたらいいんじゃないのって思いますね。仕事辞めたら収入がなくなるっていう不安が大きいと思うんですけど、それと今の苦痛をやっぱ普通にシンプルに天秤にかけて、苦痛が大きくなったら仕事辞めた方がいいと思いますね。で多分苦痛って今のところ解決策が俺の今のところ3日ってなさそうなんで、どんどん大きくなる可能性が高いと思うんで、どうせ仕事辞めたくなると思うんで早めに転職した方がいいんじゃないかなと思います。はい、一言なのでこんなこと言っちゃいますね。現在私はコミュニケーション能力、主に笑いとお客様への共感性を特に重要視される少し特殊な接客業に勤めています。質問なのですが、どうすれば自分の笑いのセンスを自信を持って主張しつつも相手との距離感を壊さない、繊細さも忘れない絶妙なバランスを保った会話をすることができますか。こんな固い文章を書かないでください、共感性なんでしょ。でもっとゆるっとした文章でいいですよ。笑いが重要なんだ。じゃあ普通にだってそのね、現場でずっとお客さんに接してれば必要とされるジャンルの話術とかってなんとなく分かっていくもんじゃないですか。それが分かんないんだとしたらちょっと笑いのセンスとかじゃない気がしますね。あと自分の笑いのセンスを自信を持って主張しつつもって、自信を持って主張はしない方がいいと思います。寒い関西人みたいになるんで、それはゴリゴリで押されても困るんで、もっとふわーっとした方が笑いやすいです。私は医療従事者です。患者さんの話を聞いていると我がことのように感じてしまうことが増え、自分が同じ病気になる想像をしてしまい精神的に参っています。そういうことあるんですね。こういったタイプは医療従事者に向かないのでしょうか。わかりません。続けたいなら続けた方がいいと思いますけど、でも向いてないって思ったところですぐにやめられるわけじゃないんですもんね。そこはまだ折り合いつけてください。多分承認欲求がそういうのが多いですね。周りのことを気にしないようにとか、いや気にしないことはできると思うんですけど、あんまりいい表現じゃないですけど、村社会みたいなところに住んでたら周りの人数が圧倒的に少ないと影響を受けることとか影響がすごい大きいんですよね。他者との分断をするのが難しくなるんですけど、ある程度都会人が多いところに住んでるんであれば逆に孤独に生きるのってそんなしんどくないので、 SNS とか片っ端からやめるのが俺はいいと思いますけどね。誰からも注目されてなければ承認欲求もクソもないんで意外と楽なんですけどね。いいねは欲しいのかな。でも承認欲求に振り回されがちですって言ってる人には、でもこれ2いいねついてるからよかったじゃないですか。おめでとうございます。いいねを気にしない方法ありますか。でもそれに気にしない方がありますかっていう質問にいいねがつくんだから、これなんかすごい新しい永久機関が発明されましたね。いいんじゃないですか。なんかね、気にしない方法を提示する人はもちろんいいねはすごいつくんですけど、気にしない方法って何のかなって悩んでる人にもいいねがつくんだから、共感されてんだからいいんじゃないですかね。今後もいろんな共感を生みそうな悩みを周りに提示してほしいですね。悩んでるってことだけでいいねがもらえるなんて、なんかすごい効率的な話だと思いますね。先生のことが好きになってしまいました。明日別の学校に移動してしまってもう会うことができません。悲しいです。このまま先生のこと好きでいてもいいのでしょうか。好きでいてもいいと思います。ただ先生しか好きになれない、その先生だけをずっと愛するっていう選択は一般的にデメリットの方が大きいと思います。
同時に複数の人を愛せる方法を身につけた方が人生幸せですよ。一個の恋愛引きずらなくていいっていう圧倒的なメリットがあるので、素敵な人は世の中いっぱいいるっていうことは意識してもいいと思います。ただ本当にもう忘れられない恋愛をしてるんだとしたら、今すぐその方にその旨を伝えた方がいいと思います。もう別の学校に行ってしまうので得されないと思って、今好きだっていうのを伝えるのがいいと思いますね。ただその先生が肉体関係を求めてくるんだとしたら、あなたが未成年だとしたら、それはまずこれから先生に好きだっていうことを言いに行きますっていうことを最寄りの親には一言言っといた方がいいと思います。4月から新社会人になるものです。私は学生時代に短期バイトを数回した経験しかないのですが、長期のバイトを経験したらやつはろくな社会人にならないと OB に言われ、4月からちゃんとやっていけるのか不安です。カズレーザーさんはバイトの経験はその後の社会人生活に影響すると思いますか？まず学生なんだからバイトなんかしなくていいと思います。長期のバイトを経験してないやつはろくな社会人にならないって言ってる OB は多分長期のバイトしてたんですよね。そんだけ学生時代勉学以外のことをやってるんだから、まあ真面目なやつなんじゃないと思います。そんな OB の言うことは気にしなくていいんじゃないですかね。バイトを全くしませんでした、精一杯勉学に打ち込みましたっていう人の方が僕は優秀だし信頼できるし、これからもお仕事一緒にしたいなと思うので、長期のバイトしたぐらいのことをまず最初に語るような薄っぺらい人生の OB の下で働くのはこの人かわいそうだなと思います。同世代のものです。あ、そうですか。最近体を見るたびにほうれい線やシワが気になるようになり、年を取ったなとなんだか不安に感じます。自分の体が老いということについてどう考えていますか？もう怖くて仕方がないですね。毎日老いを感じます。まあ、どうやったって老いから逃れられないなと思いますね。でほうれい線とかシワとかがなくなったらね、もちろんいいんですけど、なくなっても大して変わらないっていうのもなんとなく分かってるんで、なんかね本気になれないっていうのはありますね。ネタはもうされないんですか？まあほとんどやる機会ないですね。そうそう、需要がないからね、オファーがそんなないんで、まあやんない、しばらくやんないんじゃないかなと思います。でも今やんないともうやる気がなくなっちゃうんだろうなと思いますね。テレビ離れが今お題になっていますが、テレビの魅力は何ですか？なんだろう、未だに何千万台って、家庭に置いてあるっていうことじゃないですか。テレビってものを単一のチャンネルと考えたら、登録者数がめちゃめちゃ多い動画チャンネルなんじゃないかなと思います。それをなんか細かく分け合ってるからテレビ離れになってるんですかね。まあ、業界も再編されるんじゃないかなと思います。魅力はやっぱり、でもテレビもね、視聴者も高齢化してるから同年代が出てるってことが今のテレビの魅力なんじゃないかなと思います。そういう意味では若い子からの魅力がやっぱ薄くなってると思います。小学2年の娘ですが中学受験を考えています。低学年のうちにやっておくべきことはありますか？低学年のうちに、どの学年であっても受験を考えてるなら過去問以外やることってないんじゃないかなと思いますね。30代後半です。この年齢になって初めて海外の会社に就職が決まり、年末あたりには引っ越して会社があるマレーシアに住むことになりました。ああ、面白そう。特殊なスキルなどは何もありませんし、一般的に挑戦することを諦める人が多い年齢ですが、決めつけずに挑戦してみるもんだなと思いました。私は年齢関係なく人生を遊んでいたいです。いいですね。マレーシアに渡航されたことありますか？日本とは違うので不便なこともありますが、面白い国なので、一緒にマレーシアで暮らしませんか？いや、マレーシア暮らし結構一時考えてましたね。移住したいなとはすげえ思ってたんですけど、でもなんか食べ物が俺苦手なものがすごい多いので、マレーシアで多く食されてるものが基本的にやっぱ苦手だったので、まあお店を選べばあるんでしょうけど、ちょっとベースの味付けがちょっと合わないなってのがあったので、ちょっと移住先からはちょっとリスクから落ちてしまいました。いいっすね、楽しそう。でもやっぱ違う国では暮らしたいですよね。まあどこで暮らしても別に一緒っちゃ一緒なんですけど、同じような人がどうせ暮らしてるんで。11月に留学の選抜試験で、あ、TOEFLがある。あ、大学であるんだ。今勉強していますが、このままの勉強法でいいのかと毎日不安ながら勉強しています。何かアドバイスください。いや、俺受けてないんだよな、ちょっと分かんないんですけど、でもこのままの勉強法でいいのかっていうのは模擬試験とか対策で結果出てんじゃないのかな。結果出てないんだったら多分もうこの勉強じゃいいとは思わないと思うんで、ある程度結果出てるけどちょっと不安なんじゃないですかね。とりあえずそれで続けてみたらどうですか。不安かもしれないけど勉強続けてくださいっていうアドバイスしかないですね。かっこいい生き方とは何でしょうか。スマップの中井さんみたいな人ですね。あとは所ジョージさんとか、ふわっと肩肘張らずに生きてる人っていうのは結局一番かっこいいと思います。また生放送してほしいです、お願いします。まあ生放送しないんじゃないかな。まあ別にしてもいいんですけど、あんまりなんかできないのでやんないんじゃないかなと思います。ち
初対面の人と仲良くなる時のコツ的なのはありますか？これは本当に仲良くしてくださいっていうのが超いいと思います。初対面なんですけどなんか仲良くしたいですって言うとはっきりノーって言いづらいんでちょっと仲良くしてくれます。クイズ番組でご活躍されておりますがカズレーザーさんから見ていや本当この人には負けると思う知識豊富な方はいらっしゃいますか？いるとすれば誰ですか？いやいますけど本当に知識豊富な人ってクイズ番組なんかには出ないのであんま負けることないですね。本当に頭いい人はクイズやんないです。3歳上の兄が働かなくてどこに行っているのか1ヶ月に1回くらい帰ってきてまた出て行って困ります。トラさんじゃんもうどういうこと？すっげえ気になるな。気になりますねこの人。こっそりつけてってみたらどうですかね。探偵雇うなり、まあ、探偵は かなかんでね暇そうな同じぐらい暇そうなやつを見つけてちょっと兄のことをつけてくれって頼んでちょっと気になりますねこれ。いや普通に何らかのストーリーが生まれそうなんでそのお兄さんのことをつけてって、まあ、名前とか伏せてどっかで発表したらちょっと僕は読みたいなと思いますね。いろいろあって全日制の高校を見て通信制の高校に通うことになりました。通信制の高校では自主性が大切だと言われたのですが1日の勉強の予定はどのように組んだらいいと思いますか？うわーすげー大変じゃん。どうなんだろう。燃え尽き症候群になるからあんまり推奨されないんですけどひたすら勉強して1回燃え尽きた方がいいんじゃないかなと思いますね。通うことになりましたっていうことは通いそんなにまだ期間経ってないですよね。多分ある程度今モチベーション高いと思うんですよ。モチベーション高いうちに一回燃え尽きるまでやった方が僕はいいと思いますね。先に計画決めてしまうと実は計画通り進めるのが苦手だったってなった時取り返しがつかないので勉強のやる気を出すにはどうしたらいいでしょうか。いや多分やる気は多分もう多分あなたあると思います。勉強どうしたらいいんだろうって悩んでる時点で多分勉強しなきゃいけないっていうベースの考え方を持ってるはずなので今ただ机に向かってるかどうかだけなんですよ。とりあえずこの携帯を置いて SNS 全部消して勉強に向かえば多分あなたは相当勉強できるので。過去のトラウマを忘れるにはどうしたらいいでしょうか。いや無理でしょう。昔 USO Japan っていう番組で心霊写真とか心霊動画とかすごい特集してたんですよ。未だにそれを思い出して夜中パッて起きますもんね。そんなちっちゃいことでもずっと忘れられないからトラウマだって思えることなんかもう絶対忘れられないですよね。その分楽しいことをいっぱい何でもいいからしょうもないことでも楽しいと思うことをストックしてって例えば夜寝るときにトラウマ回を引かないようにするっていうことですよね。そのためにはどうでもいいことでも楽しいと思った方が得だと思います。努力していると考えている時点でお前には才能がないと上司に言われた。自分は納得できていません。はあ。僕もそう思います。努力ってのは才能がない人がすることなんですけど才能がなくても結果さえ出ればいいので、まあ、結果が出てれば別に上司が何て言うか関係ないんじゃないでしょうか。才能なんかない人がほとんどなんでなので努力してるので、はい、別にこの上司は間違ったことは言ってないし何も言ってないようなもんですね。気にしなくていいんじゃないでしょうか。今帰国子女で大学受験をしています。大学選びで偏差値が高いところを選ぶか六大学とかでスポーツが強く応援したりできて楽しいところがいいのか迷ってます。うわめちゃくちゃ海外の人っすね。自分の学校のスポーツが強くて応援したりできて楽しい。日本ってそこまで大学スポーツ応援したりしないんですよ。大学アメフトとか大学バスケとかむちゃくちゃアメリカ盛り上がってますけどそんなのは全然ないです。イギリスとかみたいにあの学校ごとのバチバチの対決も実際ないです。多分この感じで六大学選んでいや応援しょぼスタジアムしょぼって思うのが悲しいと思うので偏差値で選んでください。子育てするならこれだけは子供に伝えておきたいことって何かありますか？ちゃんとおしゃれを磨いた方がいいって教えますね。これ何も知らないままここまで来ちゃったんでなんかおしゃれ分かってると多分相当人生楽しいっぽいんですよね。それは早めにやっぱ磨いておいた方がいいんでしょうね。無人島に持っていける本を1冊だけ選ぶとしたら何を選びますか？絶対本なんか持っていかないですよね。1個しか持っていけないのに。私には結婚を見据えて同棲している彼氏がいます。今彼は今公務員ですか？7年間受験してきた医学部を今年も受験すると言われました。私には仕事を続けつつも子供を産みたいという夢があり不安です。はあ、なるほど。へー、
大事な人の夢を応援すべきですか、自分の夢を叶えるために別の方法を取るべきでしょうか。自分の夢を叶えた方がいいと思います。他人の夢のために自分の人生左右されるのは僕は嫌ですね。自分の夢を叶える方が多分幸せだと感じれるんじゃないでしょうか。なんかその方のね、その今の彼氏の子供が産みたいっていうのが夢だとしたら仕方ないとは思いますけど、多分そうなんねんじゃないかな。ストレスなく生きていくための最善策を教えてください。この人のストレスさが何なのか分かんないんですけど、情報を遮断するのはやっぱ大概のストレスを削ってくれますね。尊敬している上司の方と話すとき緊張してしまいうまく話せません、どうしたら良いですか。すげえいいことじゃないですか。相手は不快に感じてないでしょう。あとは言うのがいいですよね。すいません、尊敬してるんで緊張します。尊敬してるってはっきり伝えるのってまあまあイニシアチブ取れるんでおすすめですね。社会人3年目のものです。現在目標という目標がなく路頭に迷ってます。どのように目標を定めればいいですか。路頭には迷ってたら困りますね。目標どころじゃないと思います。この多分言葉の使い方間違ってると思います、はい、人生の、ね、目標がないとかの迷い方なんですけど、路頭に迷うっていうのはもう家も何もないっていうことなので、はい、ちょっとこの方心配ですね。一度国語辞書を引いてください。目標は別に何でもいいと思いますよ。ダイエットとかでもいいんじゃないですか。クリアしやすい目標何でもいいでも言ってください。でっかい目標なくても人間そんなに、むしろちっちゃくてもクリアできる目標の方がね、そういう目標を作ることに慣れた方が人生幸せになると思います。私は人に頼るのが苦手で全部一人で抱え込み頑張る癖があります。人への甘え方を教えてください。周りの人甘えられたいと思ってるわけじゃなくて、一人で抱え込まないで全員で協力しちゃった方が効率いいんじゃないのって多分思ってると思います、はい、甘えじゃなくて分けた分担した方が結果早くなるよっていう、あの単純な計算をするようにしてください。文系なんですが将来年収が安定的に1000万円を超える職業って何でしょうか。今の日本で年収1000万円を雇われ人で安定的に超えるっていうのは、まあ、就活今されてるのかな、なんかねその辺に転がってる、企業ランキングみたいのでさっと見て上位にいるところを受けるのがいいと思いますね。今年収がそういうところに書いてある年収が平均年収が1400万ぐらいのところ、まあ相当な会社ですけどね、そういうところってぐらいに入んないと、ずっと安定的に1000万円超えるっていうのは難しいと思います。まあ年収っていうのは多分日本経済から考えると下がる要因がすごい大きかったりするので、物価がねここからグッと上がるって可能性はないので、あと今安定してる企業も10年後分かんなかったりする。将来を5、6年後って見せるのはすごい早いな。5、6年後で1000万円をすぐ超える雇われ人ってなかなかいないと思うんですよね。資格的なものを持ってなくてもそこを超えるって難しいので、ただ1000万円の年収を稼ぎたいんだったら別に就活しない方が早いと思いますね。働かない、いわゆる職業に就かない方が1000万円って超えやすいと思います。それこそこういう芸能活動であったり、こういう YouTube を使った、インフルエンサーであったり、ネットビジネスであったりとかの方が圧倒的に稼ぐのは楽だと思いますね。寝たいのに眠れない時はどうすればいいと思いますか。目つぶって横になる以外の方法あんのかな。あのね一個おすすめなのありますね。ピストルスクワットって動画で検索してみてください。片足でやる、足片方の足を前に出して片足でやるスクワットなんですよ。むちゃくちゃ辛いんですよ。多分一回もできないと思います。それやってみたらマジでヘトヘトになるんで一発で寝れると思います。本当おすすめです。何も物いらない一発で体ヘトヘトにさせる技なんで、ちょっとやってみてください。膝ぶっ壊れがちなんでちょっと無理はしないでほしいですけど、ちょっとでもおすすめですね。いつもありがとうございます。何がどういたしまして。いろんな人から頑張り屋でねと言われるのですが、周りから嫌われたくないから頑張ってるだけで本当は頑張りたくありません。どうすればいいでしょうか。嫌われるのと今のしんどさを天秤にかけて、多分頑張って嫌われない方がいいってなんとなく思ってらっしゃるんじゃないですかね。だから頑張り続けるのがいいと思いますよ。まあいつかパンクするとは思うんですけど、嫌われるのに耐えられるかどうかですよね。アドラー心理学じゃないけど嫌われる勇気みたいなのがあるんですけど、でも大半の人は嫌われる勇気持ってないですね。
ああいう本とかを読んで勉強してもなんか結果っていうものをどんどん提供することによって嫌われないっていうものを買ってるんだと思います。好感度とか好意というのを買ってるんだと思います。嫌われないに越したことはないです。頑張ってください。本当は頑張りたくありません。まあ一回マジで何も頑張んないっていうやり方もあるんですけど取り返しのつかないこともあるので頑張りすぎない程度に頑張るのがいいんじゃないですかね。多分ちょっと手抜いても大丈夫だと思います。今現在不登校で通信制高校に通う準備を進めていますが夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態でこの先の生活がとても不安です。夢ってどうすれば見つかるものですか。夢を見つかるってのはちょっと僕も見つけてないんで分かんないですけど夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態なのに通信制高校に通う準備してるっていうのはすげえいいと思います。みんな大抵高校進学するときって漠然とした例えばねこの部活がしたいとかなんかこの制服が可愛いとか偏差値が高いとかそれも漠然としたあの状態なので、言葉にすればするほど別に大した理由でもないじゃないですかそんなものって。でもみんな進むんですよ。で自分でなんとなく漠然とした状態だって分かってるのにちゃんとなんか進学しようという意思があるのがいいんじゃないですかね。あ、自分は漠然としてるんだっていうのはなんとなく分かってるだけで他の人よりリードできることもあると思います。私は結婚してもうすぐ1年になりますが子供が欲しくありません、うん、それをどのように双方の親に話すべきか迷っています。ほう、いや欲しくないって言うんじゃダメなのかな。いいんじゃない、それ以外あんのかな。既婚者合コンについてどう思いますか。夢のある言葉だと思います。最高ですね。既婚者っていうただのね何の別になんか魅力的でも何でもない肩書きなのになんで合コンの前につけるだけでなんか、うん、なんで勝手にこっちが甘美な想像しちゃうんでしょうね。いいな、既婚者シリーズ他にも聞きたいですね。そんなところですかね。ああ、既婚者合コンいい言葉だな。私は虫が苦手です。ああ、わかる。ゴキブリムカデなどなら容赦なく退治します。え、苦手なのにすげえ。あ、そうなんだ。ですが蝶やテントウムシなどは退治しません。そりゃそうだろ。何もしてこないでしょ蝶々やテントウムシって。その、もし子供に蝶は退治しないのにゴキブリは退治していいのと聞かれたら何と答えたらいいでしょうか。同じ命であることは変わりないですがゴキブリやムカデなどは退治したいです。同じ命ではないでしょ、ゴキブリの命なんだから。あなたの中でだって明確に基準があるんだから別に同じ命じゃないんじゃない。でもまあ本当に虫好きの人からしたら同じ命なんだと思いますけど自分の中の物差しがあるんだったらそれは説明できたらいいんじゃないでしょうか。なんで蝶々やテントウムシ退治しないのっていうのをまず子供に説明できればいいんじゃない。それが可愛いからとかでも別にいいっちゃいいと思います。どんな話題でも自分の話にすり替え楽しそうに昔話する同僚のじいさんばあさんともに70前後に並行します。どうしたらいいでしょうか。その人らをシカトしてください。その人らがいないところでみんなで集まってください。あったらいいな、作るとしたらと思うテレビ番組は、芸人仲間同期ぐらいの仲いい芸人さんたちとクイズ番組をやりたいですね。やっぱクイズ番組は単純に得意だし好きなので自分で作った何の意味もないクイズいっぱい出したいですね。最近作ったクイズで屋根の部分の切り抜いた写真だけ見せてこの屋根は世界遺産のお城かラブホテルかって当てるクイズがあるんですけどこれ結構面白いんですよね。マジでむずいんですけど、あんま出す機会がないんでね。そういうクイズ番組はやりたいですね。全然そんな話なんか来ないですけどやれたらいいですね。10年以上ダンサーしてますがダンスの世界は他の世界に比べてお金がないです。報酬が低くても仕事となるとみんな飛びついちゃうからかなと思ってます。ああ、なるほど。どうしたらこの業界にお金が流れるようになると思いますか。お金が流れなくて成立しちゃってるんで多分もうお金は流れてこないんじゃないかなと思います。こういう業種ってすごいもういっぱいいろんなところにあってこういう方みたいに未来を憂いてる人がちょっとみんなで行動を起こそうよって思うんですけどもうダンピングが成立する社会になっちゃってると誰かが動こうって言ってる間に抜け駆けして誰かがね飛びついちゃうっていうことなんですよね。変わんないんじゃないかなって思いますね。そういう業種はもう至るところにあります。この方がめちゃくちゃ世界的なダンサーになって自分の稼いだお金をトリプルダウンして下に流す以外の方法は多分ないんですよね。スーパースターが現れてもう有無を言わさず変える以外の方法がないんですよね。アニメーターの世界とかも多分似たところがあって
みんな発給でやってるけど発給でやらざるを得なくなっちゃってて、で結局お金持ってる中国商に買い叩かれちゃうみたいな、そういうのはいろんなところにあります。だからこの方がダンサーとして成功するしかないです。自分がちょっと成功できないなって思うとしたら、その報酬のまま続けるか別の仕事を選ぶしかないと思います。全員でね行動を共にして変えるってのが一番いいんですけど、多分難しいんだろうな。身も蓋もない言い方なんですけど、大金持ちを味方につけるしかないですね。強いパトロンがいるかどうかだと思います。か別のダンスでのお金の稼ぎ方を見つけるかなのかな。こういう業界はいっぱいありますよね。苦手な人、合わない人に対して明らかにテンション低く対応してしまいます。そつなく対応するにはどういう気持ちいることが大切だと思いますか。いや俺はもうそういうのすぐテンション低くなっちゃうんで分かります。そつなく対応する必要あんのかな。今この人がなんかある程度人生が満足だったら、このまま人によってテンションを変える生活の方が多分合ってるんでいいと思います。ただもうちょい何かを良くしたいって欲求があるなら、何かを変えなきゃいけないわけで、その変える一つの要素として、苦手な人や自分に合わないなって思う人にハイテンションで接するといいことがあるかもしれないって仮説のもとに行動してみたらいいと思います。別にそつなく全員にうまく対応するんじゃなくて、苦手だと思う、今まで苦手だと感じてた人に対してハイテンションで接すると、もしかしたらいいことがあるかも、今までやってなかった人生のね一箇所変える要素として、それをやってみてプラスなことがあったらそれを続ければいいと思うし、プラスなことがあれば続けやすいじゃないですか。そつなくとかそういうなんかよくわからないざっくりした意味じゃなくて、明らかに人間関係がうまくいくとか出世するとか、そういう現実的なプラスがメリットが見えたら頑張りがいがあると思うんですよね。でも逆に苦手だと思ってた人にハイテンションで接しても何もなかったなって思ったら、別に今までの状況に戻るだけなんで、いつでもやめることができるので、一回試しにやってみたらいいと思います。出世するとか収入が上がるとか現実的な俗っぽいメリットで物事を考えると、あんまり心のことを気にしなくていいんで楽だと思いますね。元彼と別れて寂しくてたまりません。次の人と出会うのが待ち遠しくて辛いです。次の人がいるとは限らないので、元彼と鞘を戻すのもありなんじゃないですかね。将来の夢は何ですか。いやまだ決めてないんですよね。ちょっとねまだまだ全然決まんないです。人見知りで人とうまくコミュニケーションが取れません、どうしたらいいですか。コミュニケーションが取れません、どうしたらいいですかって一文になってるんですけど、コミュニケーションが取れませんって丸を打ってください。相手がどう捉えるかっていうのを考えるのがコミュニケーションなので、そういうのを気にするだけでなんかうまくいくようになると思います。英語を習得できれば人生の幅が広がるだろうなと思い勉強を始めたことがあるんですが、今まで2回挫折しています。学生時代から苦手意識があるのと、英語自体がいまいち好きだと思いません。洋画や洋楽もなんとなく苦手です。ちなみに学生時代から数学も嫌いで最低限しかこなしませんでした。反対に国語や哲学などは好きで勉強することもありくではありません。やはり好きな学問じゃないと勉強は続かないでしょうか。苦手な英語を学習するよりも好きな分野を追求してそっちで成果を出した方がいいでしょうか。社会人になってから学ぶ英語ってもう学問じゃなくて、そのツールとしての英語でしょ。ただそれが今のところ使う必要がないんだったら別に学ばなくてもいいんじゃないかなと思います。ポケトークとかでも全然なんとかなんで、学術的な話は無理ですけど、普通に旅行分野だったら全然平気なので。まあでも大人になってから学ぶものってそういう語教科みたいな分類じゃなかったりしますよね。もっとなんか現実的なものだったりしません。プログラムとかそういう方だと思うんで、こういう感じの勉強はしなくていいんじゃないかなと思います。今就活中です。現在内定ゼロです。小さい頃から一般家庭に育ったら、高校大学通って正社員として社会人にならなければいけないという考えが自分にあってすごくプレッシャーなのですが、カズレーザーさんは正社員にならなければならないと思いますか。またフリーターをどう思いますか。どっちもお金をもらってる、働いてお金をもらってる人たちだと思います。どっちだからっていうのは全然ないです。ただ、その会社の中の立場が違うとは思います。福利厚生であったりとか全然差はあったりするものだと思います。内定ないのは大変ですね。でも正社員、この質問をするとかやっぱ正社員になりたいってことなんですね。フリーターよりは正社員の方がいいだろうなって思ってそうなので、いやご分を祈っております。希望の会社で正社員になれたらいいな、いいんでしょうね。でもフリーターをどうこうは全く何とも思いません。会社の環境や長年いるスタッフさんからの重圧などにすぐ負けてしまい、精神的に参ってしまって仕事が長続きしません。22歳で転職5回目です。私のような場合どんな仕事が向いてますか。
性格的には人見知りなど全くなく逆に明るすぎる性格です。なのに仕事に行くと静かになり本来の自分を出すことができません。仕事に行くと静かになって自分を出せない人を人見知りって言うんですね。だからあなた別に明るすぎる性格じゃなくて人見知りなんだと思います。この明るすぎるみたいなことを思わなくていいです。で、大抵の人が人見知りです。いつも赤い服を着ていらっしゃいますが、好きなデザイン、気に入らないデザインなどあるでしょうか。赤も濃淡ありますが、どんな赤色が好きですか。またどこまでの赤の部類に入りますか。いや別に何でもいいですね。こだわりはマジでないです。過去に傷ついた思い出が未だにフラッシュバックしてまた嫌な気持ちになってしまいます。なぜネガティブな記憶ばかり鮮明に思い出してしまうのでしょうか。そうね、そういうもんなんじゃないですか。人間って自分が調子に乗らないようにできてんじゃないですかね。寝る前にいい思い出ばっかだとやっぱ人間ねすぐ天狗になっちゃうんで、そうならないシステムが備わってると思ったらどうでしょう。仕事の分野の勉強をしなければならないとは思いつつ全く勉強する気になりません。もう終わってるじゃないかよ。そこで結論が出たじゃない。現在は一緒に仕事をする上司が全責任を持っているので、自分が知識不足でも職場は回りますが、いずれ自分が責任者として動かなければならない時が来るため、勉強が必須なことは頭にの中には入っています。勉強が身に入るようにするためにはどうしたらいいでしょうか。じゃ勉強したくないんだったら勉強しないでいいじゃないですか。ただまあ先細りにはなってるけど、いや国会今から勉強してしんどい思いするんだったら、合計としては幸せかなって思えるんだったら勉強しなくてもいいんじゃないでしょうか。必要でやってる分にはまあ少なからず身についてきますからね。受験を控えているのですが、なかなか SNS を控えようと心がけてもついいじってしまいます。何をすればけじめをつけられると思いますか。解約してください。勉強ってしなきゃいけないもんなんですかね。しなくてもいいんじゃないですかね。今の世の中だらだらやっても多分生きていけると思うので、そんなにしなくてもいいと思いますよ。お金くださいって言ったら結構くれると思うんですよ、人って。何年か前に、まあ今もね、たまに来るんですけど、お金くださいっていう DM が結構来るんですよ。その中で、3人ぐらいに月10万円ぐらいあげてたんですよ。なんか漫画家志望の人とか、ダンサー志望の子と、あとなんか普通の、多分大学生だったと思うんですけど、あげてたんですよ。個人的に、だから、ベーシックインカム的なことをやったらどうなるんだろうと思ってやってたんですけど、もう結構前、4年、5年ぐらい前かな、やってたんですけど、結局みんな、何か成し遂げることもなく、なんかなあなあで、結果も出さずに1年ぐらい過ぎちゃったんで、まあ、全員辞めちゃったんですけど、そのサポートするのは。でも、僕ぐらいの人がこういう気持ちになるってことは、それこそね、前澤さんみたいに、お金持ちってお金くれるんですよ、言えば。だから意外と DM とかでお金くださいっていうああいう高い行為って打率低くないと思いますよ。 1% はいかなくても 0.1% ぐらいあるんじゃないかな。少なくともゼロってことはないと思うので、毎朝金持ってそうな人にバーって DM を送るっていうのは意外といい行為じゃないかなと僕は思いますね。本当にくれたりするので、もらっちまえば別にこっちのもんですもんね。そういうのを続けたら意外と暮らせると思いますよ。やっぱ日本不況だし、先行きはしんどいし、経済はちょっと伸びしろはあんまりないと思うんですけども、金は余ってるので、金余りの人言ったら、まあ1億円以上金融資産がある富裕層なんでね、1万100人に1人以上いるので、そういう人からもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。すごい楽ですよ。それこそプロオゴラレイヤーさんだったかな、ああいう人ほど何か発信しなくても意外と食っていけると思います。おごってくれる人ってめちゃくちゃいます。おごりたいんでね、みんな。仕事で少し注意されただけなのに一日中考え込んでしまい仕事に集中できなくなることがあります。どんな考えをすれば気にしなくなりますか。仕事に集中してください。他のことを考えて気晴らしされても職場は困るので仕事に集中しましょう、はい、注意はされるものです。仕事にやりがいを求めている方は多いですよね。すごい優しい方多いですよね。私はそれなりにお金がもらえて福利厚生が良ければやりがいがなくても仕事を頑張っていこうと思っていましたが、仕事を続けていく上でやりがいをもう少し大切にするべきでしょうか。いいんじゃないですか、やりがいなくても。僕もあんまり人生とかこういった仕事にやりがいは全く感じてませんけど、全然いいですね。やりがいなくても楽しいことなんかいっぱいありますしね。
彼女に期待しすぎてしまいます。期待しないようにすればどうすればいいのでしょうか。どれぐらい何を期待してるのかによりますけど、いいんじゃないですかね。どうせ来年か再来年には違う女性好きになってると思いますよ。それ前提で付き合った方がいいと思います。そうやってなんかハードル下げとくと、なんかちょっとした時にすげえ好きになったりするので、はい、それぐらいでいいと思います。ポルトガル語を勉強中です。新しい言語を習得するいい方があれば教えてください。こっちが知りてえわ。すごいな、ポルトガル語を喋れんのかっこいい。きっかけ気になりますね。すごいな、ポルトガル語気になるな。どういう言葉があるんだろう。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きてくのつらい。うわ大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてってそこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状ただしんどいから嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力は必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。いつも楽しく拝見しております。フリーランスで先生のお手伝いをする日々です。どういうこと。先生がよく頼ってほしいと言うのですが、頼るって難しいなと思う今日この頃です。アドバイスを求めすぎてもこの前も言ったでしょうになっていくでしょうし、頼るってどういうことなのでしょうか。フリーランスで先生のお手伝いをする日々ですってどういう職業なのか、ちょっとどういったジャンルなのか分かんないんですけど、頼るって難しいなと思う今日この頃です。この前も言ったでしょうって言われるまでは頼った方がいいんじゃないですかね。頼ってほしいって先生は言葉を選んで言ってるんですけど、もっと効率よく動けよって意味なので、はい、それは自己流で勝手なことをするなっていう先生からの注意だと思った方がいいんじゃないですかね。国語が苦手で解くのが遅いので、模試やテストで制限時間が残り少なくなり、周りが解き終わってシーンとしている時に私だけペン音の走る音や問題用紙をめくる音が響くと、なんだか目立った気がして恥ずかしくて焦ってしまいます。周りを気にならないようにするにはどうしたらいいですか。そんな恥ずかしいと思う、誰も気にしてねえだろう。いいじゃん、最後まで真剣に集中力を持つんだから、立派なもんですよ。最後まで気抜かずにやってください。現在無職です。親には専門家大学には行きなさいって言われてて、私もどっかには入らないといけないなとは思っているんですが、現実的にできることでやりたいことが何もなく、毎日YouTube しかやってないです。もともとは声優を目指してはいたのですが、親に絶対になるなって否定されてから何も見つからないです。ここから先が何も見えなくて不安です。どうすればいいでしょうか。毎日絵やってんだったら絵で食えばいいんじゃないですか。副業的に今あの絵はお金に変わりやすいと思います。さっき AI の話が出てきて、クリエイターの価値が見直される時期になってると思うんですけど、でも実際に絵を描けるっていうのは一個の能力なの で絵が描けた方が AI にどういう指示を出したらいいかとかはやっぱ学びやすいと思うので、すごい潰しが効く能力です。頭の中の理想像を二次元に起こすっていうのはやっぱすごい能力なので、絵を描き続けたらいいと思います。あとは絵と YouTube やってるんだったら、ね、あの おじいちゃん先生じゃないけど、絵を教える YouTube どうですか。もっと初心者向けのこと教えてほしいんですよね。すげえスキル見せるのもありなんですけど、投資系のビジネス系のね、 YouTuber とかもそうなんですけど、めっちゃ儲かってる話か、誰でもできる入り口の話がやっぱ需要はあると思うので、そこそこの人のそこそこの話ってやっぱ一番ね、その人の人間的な魅力でしか勝負できなくなっちゃうので、やっぱすっごく入り口なところをやったらどうでしょうかね。まあでもそれでも収益化するのはなかなか大変だと思うんですけど、何も やることないとそれがいいと思います。プライドを捨てるにはどうしたら良いですか。おい、なんで捨てたいの。いやこれはでも簡単ですよ。やっぱ今多分 お家にいらっしゃるのかな、ちょっと分かんないですけど、もしお家にいらっしゃるんだったら、その格好のまま外出てナンパするとプライドやっぱすぐ粉々になるんで、おすすめですよ。ナンパはいいんですよ、本当にプライドなくなるから。ホストの人ってすっごいかっこいいなって僕思うんですよ。やっぱそれってあのプライドがやっぱないからなんですよね。客引きとかしてる人ってやっぱすっごく積極的だな。どんどん人に仕方されるけどガンガンやっぱ行くんですよね。あれは学ぶべきところだって。かっこよくないじゃないですか、もうどんどんいろんな人に、街行く人に声かけてキャッチするって。それができるから自分のフィールドに連れてきた時にめちゃめちゃかっこいいことができるんですよね。
両方持ってるからホストってすげえなって本当思うんですよね。はい、プライド捨てますってできる人たまにいるんですよ。そういう人聞くとやっぱそういう経験とかしてたりとか、僕の中では共通点ナンパ上手な人はプライドないですね。高2男子帰宅部です。バイト探し中なのですがおすすめのバイトありますか？どれぐらい欲しいのかな。基本的に割に合わない仕事ですよ、高校生に振る仕事なんて。だから稼ぐのは難しいと思います。テレアポとか得意だったら、まあ、高校生だと一番稼げるかな。稼ぎたいんだったら、まあ、もっと別の方した方が、バイトじゃないことをした方が僕はいいと思います。バイトってのはやっぱ時間で自分を一番安く売ってしまう方法なので。 YouTuber にガチ恋してしまいました。相手からしたら完全に一人のファンでしかないと思うんですが、この恋叶える未来ってありますか？ないと思いますよ。でもその YouTuber がファンに手を出すタイプの子だったら簡単に関係を持つことはできると思いますけど、基本的に YouTuber ってみんな頭いいのでファンはファンとして対応するはずです。ファンを独立した一人の人間、自分と同レベルの人として対応してたら身が持たないので、基本的にファンはファンとして対応してます。でそれが大人の対応なので、はい、あなたが YouTuber から見てメリットのある行動を取らない限り、例えばもううなるほど金持ってて毎回スパチャしてくれる、年間数千万スパチャしてくれるとか、もしくはなんか同じような職業をやってるとか、会社経営しててなんかこの人を CM に使う広告案件を渡せるとかじゃない限り、ファンはファンなので、ガチ恋する上とか多分人気な YouTuber なんですよね。100万人とかいる、 何百万人っている数字の中の一つでしかないので、あ、絶対に叶わないです。憧れの対象とこういう恋愛関係になるのって基本的に無理なので、はい、それは諦めるとかじゃなくて、はい、無理だと思ってください。漫画の中のキャラクターと恋してもやっぱ結ばれるのは難しいですよね。それに近いものだと思います。深読みして悪いことばかり考えてしまう自分が嫌でたまりません。深読みはしない方がいいと思いますね。表面だけを拾うようにしてください。その方が人生は絶対楽です。今年入社した高卒の新入社員に仕事を教えているのですが、日が経つにつれ私に慣れてきたのか舐めているのかと思うことがあります。確かめ算してごらんと計算をさせたら合っていたようで、イエイと言われどうという顔で見られ、しかも残業中で相手するのが辛くてしんどいです。かなりストレスです。あまりふざけた人間を相手しなくても良いでしょうか？ほえー、まあ、ずっとやられたら、毎日やられたらしんどいのかもしれないですけど、今この話を聞いて僕は面白いと思ったんで、面白いエピソードが手に入ることってなかなかないんですよ。こいつをどうせ使えるようにならないやつだと思うんで、あ、多分舐められてると思います。これ間違いなく舐められてると思いますし、こいつが使えるようになることはないし、多分遅かれ早かれやめるだろうと思いながら接していいと思います。でもこのエピソードが面白いんで、面白いエピソードをくれる人間って相当レアなんですよ。めちゃくちゃ珍しいんですよ。レアリティが高いんです、面白い人って。なのでどうせ辞めるんだから、こいつを思うさま泳がせた方がいいと思います。今はねイライラするかもしれませんけど、逆にそんなやつなのに形になった、一人前になったら、まあ儲け者ぐらいなんで。ふざけたやつって年取れば取るほど周りにいなくなるので、やっぱ貴重な人材だと思いますね。だって周りも多分こいつのことそんな好きじゃないと思うんですよ。分かんないです。この書き込んでくれた人だけが舐められてるんだとしたら別の方法もあるんですけど、多分大抵の人を舐めてこいつは接してると思うので、こいつ以外でそのね、共通の敵だから話し合えるじゃないですか。あいつ腹立つな、共通の敵がいるって結構人間関係が円滑にいく一つの材料でもあるので、健全かどうか不健全かはあるんですけど、でも共通の敵がいると、いや、こんなに潤滑油になることはないので、イエイとかいうやつやっぱ面白いんで、はい、しばらく泳がした方がいいと思います。まあもしかしたらね、その会社にダメージを与えるような大失敗するかもしれないですけど、大失敗そうなような仕事を与えなくても、ちっちゃい失敗でもこいつは大失敗するので、しばらく泳がして、はい、ドキドキを楽しむ余裕を持っていいんじゃないでしょうか。自己肯定感が低く、彼氏に好きと言われたり友達に可愛いなどと言われてもどこか疑って信じきれません。自己肯定感が高ければ生きやすくなるだろうと思い、いろいろ試してますが、どうにも自分に自信がつきません。カズレーザーさんなりの自分の自信のつけ方教えていただければ嬉しいです。僕も自己肯定感はむちゃくちゃ低い方だと思います。人の言うこと基本的に信用できないです。でも他の信用できるものがあればいいんじゃないですかね。それがまあお金であったりとか、まあ、彼
氏がいるってなったら彼氏をめちゃくちゃ信じる、まあ、依存になっちゃうんですけど、それでもいいと思います。あ、自己肯定感かなくても僕はいいと思いますけどね。別の方法で生きやすい方法を見つけた方がいいんじゃないのかなと思います。幸せじゃないかどうかを自己肯定感って言葉でみんな勝手にくくりすぎだと思いますね。自己肯定感が高くて幸せって言ってる人は往々にして収入も高いので、そっちの方が重要だと思います。安藤夏さん、相方に選んだ理由が知りたいです。はあ、事務所でもう勧められたんで、あと事務所クビになりたくないっていうのもあって、あとまあこのなんか形が見えたんでっていうのが大きな理由ですかね。コメント能力ってどうやって鍛えてるんでしょうか。いや、ちょっとこっちが聞きたいですね。俺はどっかで聞いたことをその場で言うだけですね。なるべく自分発信しないっていう責任を取りたくない。志望校の合格基準点に届いたり届かなかったりを繰り返しているのですが、諦めた方がいいですか。いや、諦める必要ないんじゃないですか。諦めるってことは受験をやめるってことですもんね。受験はした方がいいと思います。たまたま受かることは全然あり得るので。もちろんね、その1校しか受けないってわけじゃないですもんね。他も多分受けると思うので、いや、たまたま受かる可能性の方が高いので全然受けた方がいいですね。ただ落ちてもそんなへこまなくてもいいと思います。偏差値が1とか2とか3、4、5違うぐらいの差なんて大した差じゃないので。分かんないです、この人が東大受けるなら全然違います。東大は絶対行った方がいいんですけど、そうじゃないならどこ行ってもそんな変わんないと思うんで気にしなくていいんじゃないかな。別のとこでも同じようなことは学べますし。全てから逃げたいと考えた時に逃げることはできますか。その方法を教えてほしいです。どれぐらいのことなんですかね。そのもうこの世から逃げるとそういうことなんですかね。それはあんまりお勧めしないです。でも普通に会社辞めてその辺ブラブラするとかでもだいぶ逃げられることは多いと思います。高校受験に失敗しました。じゃあまだ中学生ってことですか。塾で完全個室でめちゃくちゃ勉強しました。しかし家庭学習中イヤホンで音楽を聴きながら歌ったり、途中で違う曲を検索したり、集中せずにスマホを片時も傍らから話さずやっていました。自分的にはやる気を出させるためでしたが、それが原因ではと言われます。カズさんもそう思いますか。思います。僕は全く音楽を聴かないので、はい、いろんなところで音楽をかけ気使ってねかける人がいるんですけど、俺静かな方が好きなので、そっちの方がやっぱ集中力は上がって自分では上がってると思いますね。スマホも片時も傍らから話さずやっていました。勉強に必要ないもんですもん、基本的に。多分それが原因だと思います。まあ、それが原因じゃないとしたら学力が足りてないって話になるじゃないですか。それは身も蓋もないし救いがないじゃないですか。何かを原因にして生きた方が気持ちが楽だと思います。子供たちが勉強をしたがりません。ゲームや YouTube ばかり見ています。父親がひどいゲーマーで、子供たちもこのままゲーマーの道をたどり、ろくに勉強もせずに落ちこぼれになるのではないかと心配です。どうしたら勉強にも目を向けてくれるのでしょうか。はい、いや、父親がゲーマーだったらまあそれはゲーマーになりますよね。だってね、お父さんはゲームばっかしててでもなんとなく生きていけるんだから僕たちもそうでしょ、そうなるんじゃないのって言われたら反応ができないですもんね。いくらお父さんはもともと勉強して今の大人になったからゲームばっかやってても平気なんですよみたいなことってそれは聞く耳も持たないですよね。お父さんが落ちこぼれてもいいっていう多分感覚でいるんじゃないかな。勉強しなくてもいいっていう感覚を持ってるから子供の前でいっぱいゲームできるんだと思うんですよ。これを解決する方法は現状ないと僕は思いますね。ゲームとか YouTube より魅力的な勉強ってないです。いや、だって逆に勉強よりつまんないゲームや YouTube なんてないでしょ。絶対ゲームや YouTube の方が子供にとって面白いんだから、いや、この環境では勉強に目を向けさせることは難しいんじゃないかな。テレビがね、娯楽の王様だった時代、やっぱテレビより魅力的な勉強は確かになかったんでね。どうやって自分が勉強したかっていうと単純に勉強が好きだったからなんですよね。勉強がね、一瞬でも得意になればね好きになるんですけど、これ難しそうですね。もしくはゲーマーとして暮らしていける方法を考えるのも手なのかな。ちょっと僕からはちょっと答え出せないな、ごめんなさい。結婚してない女性を正直なところどう思いますか。未婚の女性と思います。それだけですね。どうとかじゃないですね。最近ニュースで見た AI が絵を作り出すという技術について質問です。はい、はい、ありますね。この先このような技術がどんどん発展していった場合、人間の想像力で作られた良さというものは薄れていってしまうのでしょうか。
カメラが趣味の友達がいまして、本当にいいデジカメとかでっかいカメラで撮った作品とスマホでサクッと撮った作品、どうせ修正しちゃうからほぼ差がないっていうのをずっと言ってるんですよ。でもそいつはでっかいカメラで撮ること自体が目的化してるというか、昔ながらの方法を試してるっていうのが楽しいのでカメラを趣味にしてるんですね。想像力っていう言葉がまあちょっとね指す範囲が広いと思うんですけど、結局どこを楽しいと思うからと思うんですよね。制作過程が楽しいって思うんだったら、手汚しながら粘土こねたりして彫刻作ったりする人もいるし、結果を出すことが大事なんだったら別に 3D プリンターで作っても同じだと思うんですよ。昔はだって単純に絵の具とかだってなかったし、青という色を再現するのがすごく大変だったけど、今普通に青い色を作れるじゃないですか。ツールが便利になったからって何かが悪くなったのかっていうのは未来の人が勝手に決めることであって、自分が満足しなかったら別にそこはいいんじゃないですかね。少なくともそれでツールが進歩して想像力が削られるかどうか分かんないと思います。ただ AI が作った絵を人間が描いたってことで出品したりして問題になったケースはあるので、そういうのはフェアなルール作りは必要かなと思います。ただいい絵だったりいい彫刻であったりっていうものであれば、制作過程って買い手はほとんど気にならないかったりするので、そこは想像力が損なわれてるんじゃないと思いますね。まあでもね、AI が勉強してそれっぽい絵を描いてくれるってなると、それっぽい絵の元を作った人は損したな、割り食ったなって思うと思います。でも10年後20年後誰も割り食ったなって言わなくなるような社会になっちゃうんだなと思います。それが当たり前になってしまうと思います。先日彼氏に振られました。理由は私が痩せるって言ってたのに全然その様子が見られなかったからだそうです。自分的には痩せてはいないけど普通体型だと思ってます。やはり体型は大事ですが、大事ですか？こういう理由で振られることは普通にあるのでしょうか？普通にあると思います。その彼氏が何を求めてるか、彼女に何を求めるかっていうのはその彼氏次第なので、その彼氏は世間一般でいうなんか痩せた体型っていうのを求めてたってわけじゃないですかね。でそんな彼氏に別に合わせる必要はないと思います。この人の体型見てないんで分かんないですけど、探しゃその人の体型好きな人ってのはいます。ただ需要がより多い体型ってのもあるのは事実です。この彼氏に振られたなら別に他の彼氏を探してもいいと思います。でもその彼氏がどうしても忘れられないんだったら、その彼氏に合わせた体型になるっていうのも一個の選択肢であります。めんどくさいですけど、ただそこまでも彼氏なのかなとも思いますね。本当にうなるほど金持ってて、うなるほどの利権を持ってる彼氏だったら体型ぐらい僕も変えるなと思うんですけど、そうじゃなかったら別にいいなって思います。探しゃ多分います。高校1年生です。大学は旧帝大以上に行きたいと思っています。そのためのアドバイスを教えていただきたいです。旧帝大ならどこでもいいんだったら比較的相対的な偏差値が低くて倍率の低い学部を選んでください。あんまりそういう理由だけで選ぶのはお勧めしないですけど、まだ高1なんだから、ね、東大なり海外の大学なりいくらでも行けるんだから、あんまり夢は低く持たない方がいいと思います。高3受験生なのですが、11月いっぱいまで部活をやらなければいけないのですが、土日も練習で平日も遅いです。両立の仕方を教えてください。やらなければいけない部活なんですか？部活がやめられないってことですか？やめたらいいんじゃないですか？何部なのかちょっと分かんないんですけど、部活で自分の受験に影響を及ぼすなんてすごくもったいないことだと思いますね。部員だったり友達だったり、やめたら迷惑かかると思うんですけど、その人たちとは今後そんなに接点はないと思います。同じ大学に行くわけじゃないので、今はかけがえのない友達かもしれませんけど、10年後とかになると全然何でもない人だったって思う可能性もすごくあるんですよ。やらなければならない部活なんてないと思いますよ。平日も夜遅い、いや全然やめた方がいいと思いますね。それが受験でメリットになるというか、その一芸とかもしくは専門的な学部に行くために必要なんだったらもうやらなければいけないと思うんですけど、それは両立で悩むことないですもんね。多分その部活続けることで得るものってそんなないんじゃないかな。受験の方がはるかに大事だと思いますよ。1年前ゲームがきっかけで出会い、その後付き合うようになった彼氏がいるのですが、私の親はその人に会うことに反対しています。ちなみに親には友達とは言っていますが、実は彼氏であることは隠しています。会いに行くならスマホもゲームも取り上げるというのです。どうしたらいいのか私には分かりません。お互い顔は知ってますし、どこに住んでいるかも知ってます。東京と山口の遠距離、
そしてお互い本気で愛していますし会いたいと思っています。まあ取り上げるって言われるならまあそうね、しょうがないんじゃないですかね。まだは、私は今月で25歳、彼氏は27歳、なんでそれでスマホもゲームを取り上げられるっていう選択肢が、そういう、どういうこと、どうかアドバイスをお願いします。自立してください。実家暮らしをやめてください。そしたら好きな時彼氏と会えます。養子や育った環境、今過ごしている環境、能力、物事に対する気力など、何でもかんでも人と比べてしまうことが悩みです。どうして私だけ、どうせ私なんてとマイナス思考が止まりません。明るく前向きに生きるにはどうしたらいいですか。はあ、そうですね、容姿や育った環境、能力、物事っていうのは、まあ、人と比べるためにあるものなので、どんどん人と比べた方がいいと思います。ただ比べた結果、あの人の方が優れてるなとか、それはただの事実なんで、例えば電車乗ってて自分の隣に座った人がすげえ美人で、すげえ頭が良くて、すげえ金持ってたとして、で左隣見たらすごい汚い格好で、すごいルックスが悪くて、すごいお金持ってなさそうだとしても、あなたの収入も見栄えも変わんないんですよ。周りがどうなろうが、あなたの、ね、個々のポテンシャルって別に変わるわけじゃないので、まあ、比較はするけど、それによって何か影響があるわけではないんですよ。もちろん競争するってなったら違うんですけど、あ、世の中優れてる人いるな、自分より劣ってる人がいるなっていうのがただ事実としてあるだけなんです。で別の物差し使えば全然優れてなかったり劣ってなかったりする、いっぱい物差しがあるっていうだけの話なんで、事実は事実で、それに対して落ち込むっていうのはなんかすごい誇り高ぶった意見な感じがしますね。マイナス思考になってしまうっていうと、本当は頑張ればそこに行けるみたいな発想がどっかにあるからだと思うんですよ。誰かと比べて誰かみたいになるっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですよね。それよりは自分の今のスペックをちゃんと理解して、足りない部分とか伸ばしたい部分と向き合ってる方がいいと思います。まあ、それ続けてるとあんま周りと比較することも減るので、そっちの方が精神衛生上いいと思います。苦手な科目をできるようにするために2つの参考書を使って日々勉強しています。しかし全国統一模試試験で少ししか伸びてないため、これが正しいのかと不安です。少し伸びてるなら正しいんじゃないでしょうか。2つの参考書を使って日々勉強しています。まあ、参考書の数がどれだけ多いかというのはちょっと分かんないんですけど、伸びてるなら結果が出てるということなので、そのまま続けた方がいいと思います。もしかしたらあなたにとってベストな勉強の方法じゃないかもしれませんけど、少なくともベターな方法なのでやっていいんじゃないですかね。特に今年が受験なんとしたら、この方法は続けた方がいいと思います。新しい方法を探すというリスクはちょっと大きいと思うので、とりあえず参考書2つ買って、伸びた結果、この伸びだと合格点には足りないなってなったら、その時は賭けで別の方法を考えてもいいかもしれませんね。1個の参考書をめっちゃやるとか、もしくはむちゃくちゃたくさんの参考書を手当たり次第やるとか、どっちがいいのか分かりませんけども、今はこの方法でいいんじゃないでしょうか。私は駆け出しのデザイナーをしています。休日も自分が休んでいる時に他人は努力をして技術を磨いているんだと思って、心の底からのんびりできません。何か他の人と比べずにいられる方法があれば教えてください。技術を、多分あなたが休んでいる時に周りの人は技術を磨いてます。なのでのんびりはしない方がいいと思います。多分差があるからそう思うんですよね。周りの人の方が優れてる、もしくは抜かれる、まあ、自分が上なのか相手が上なのか分かんないですけど、その差があんまりないから、めちゃくちゃ自分が負けてんだったら諦められるし、のんびりする必要もないですね。自分の方がちょっと上ぐらい、ちょっとだけ有利だと多分のんびりできないですよね。この差を広げるしかないと思います。だからのんびりしない方がいいんじゃないですかね。その方が多分この人は楽なんじゃないかな。デザイナーなんですもんね。好きなことをしてるんじゃないのかな。技術磨いてるの苦じゃな、苦ですかね。好きなことだと結構苦じゃないと思うんですけど、特にこういう技術職というか、才能って言い方あんま好きじゃないんですけど、なんか優劣があるような業界の人は他の人と比べるしかないので、努力した方が実際気持ちは楽だと思います。浪人しちゃってる、今年浪人してしまったのですが、モチベーションが上がる一言をください。浪人したからにはやっぱり去年よりね、いい大学に行きたいっていうことだと思うし、まあ、志望校があるから浪人っていうのを選んだと思うんですよね。なのでモチベーションっていう言葉に頼らずに今すぐ勉強してください。もったいないですよ。
因縁の相手がいます。その人にはしたたかな部分があり、自分を過信していて、一人称が姫です。人間として比べてはいませんが、悔しいほどに大嫌いです。今はこういう人もいると思ってますが、考えなくするにはどうするべきですか。いや、面白い人なので、その人のことは逐一報告してください。本当に面白いです、この人。その人のことは全部メモって、なんかちょっとでも絵描ける、漫画家志望の、ね、ツイッター上にいる絵描きの人とかに絵つけてもらって、ちょっと漫画とかにしてみたらどうですかね。すごく面白いです、その人。その人がどうなるか、結構もう今僕は興味あります。結構な人が興味を持ってくると思います。その一人称姫の人物が成功するのか、むちゃくちゃ人に嫌われての垂れ死んでいくのか、どっちに転んでも面白いので、その人の情報監視だけは続けてください。多分何らかの財産になる気がします。はい、嫌いだろうな、その人のこと。俺も読んでるだけでめっちゃ嫌いだなって思うんで、みんなが嫌いになる人ってのはもう、はい、価値がある人物なので、みんなで監視しましょう。大学生で実家を離れて一人暮らししているんですけど、知り合いが一人もいなくて不安です。友人などの作り方などアドバイスが欲しいです。サークルなどはコロナでやってないです。大学もリモートなんですかね。まあそっか、でもリモートで一緒だからって別に顔見知りってわけじゃないのか。でこの感じだとまだゼミとか入ってない1年生2年生ってことだと思うんですけど、まあ同じような悩み持ってる人はいっぱいいると思うので、同じ大学に所属している人が多い、学生が多い SNS とかコミュニティはあると思うので、そういうところに入ってみるのがおすすめなんですけど、往々にしてそういうところってすごい詐欺まがいのところが多いので、そこは気をつけた方がいいですね。寂しいとね、どうしても本当にうさんくさいところに飛び込みがちなので。そうですね、どういう友達が欲しいかによりますね。なんか趣味あると思うんですよね。そういうところで大学関係ないコミュニティ見つけるのがいいんじゃないかなと思いますね。ただその詐欺まがいであったり、うさんくさい宗教であったり、すごい強いイデオロギーを持った集団とかに関わらないようにしてください。だからなるべく素性を明かさずに最初はそういうところに参加するのがいいと思います。こういう子が一番反社会的な組織に引っ張り込まれやすいので、これはそうね、難しいな。でも SNS だけで作んない方がやっぱいいですね。そうですね、危ないな。僕だったら我慢します。もうしばらく我慢しますね。焦って作る友達ってろくなやつがいないので。高校を中退して大学受験のモチベーションの上げ方が分かりません。もう中退したってことはもう覚悟あったんだから、モチベーションなくてもとりあえずやった方がいいと思いますよ。今とりあえず画面閉じて、参考書目の前にあると思うんで、それを解いてください。どんなことでも大抵あなたが天才じゃなかったら1時間同じ作業を続けるとモチベーションって勝手に上がってくるので、それを習慣づけるのがいいと思います。そうすると眠くなくなったり飽きたりしなくなるので、それがいいと思いますね。今モチベーション低い状態で結果出す方法を考えた方が、モチベーションを上げるハウトゥーをなんか勉強するより楽だと思いますね。モチベーションが上がったところで勉強効率が2倍3倍になるわけじゃないと僕は思うので、いろんなこと調べても、もちろんモチベーションが高いに越したことないんですけど、モチベーションがマックスの状態を維持する労力っていうのがまず難しいと思うんですよね。まあ瞑想とかいろんな方法あるとは思うんですけど、それを身につける時間が、受験勉強、受験っていうゴールがあるなら、人生全体で考えたらモチベーションを自分で操作できる方法を身につけるメリットは大きいんですけど、受験っていうその先、その手前にゴールがある以上は、モチベーション低い状態でも効率のいい勉強なりなんなりをした方がいいんじゃないかな。モチベーションでちょっとあんまエビデンスが2倍、その勉強成果が2倍になったみたいな話っていうのはちょっと僕が知ってる限りあんま聞いたことないんで、もしかしたらあるかもしれませんけど、そしたらその方法を実践してください。純粋にお友達になりたいです。いや、こんなところでこんなことしか接点がない人と友達にはなれないです。すいません。